2006から2007シーズンの NBA は NBA の61回目のシーズンである。2006年10月31日から始まり、2007年6月14日には全日程が終了した。ヨーロッパ出身選手としては初のドラフト1位指名となるイタリア人のアンドレア・バルニャーニがトロントラプターズから全体1位指名を受けた。またポートランドトレイルブレイザーズはドラフト中に トレードでラマーカス・オールドリッジ、ブランドン・ロイを獲得した。他には、ランディ・ホイ、ルディ・ゲイ、JJ ・レディック、ターボセ・セイホロシャ、レージョン・ロンド、カイル・ローリー、ジョーダン・ファーマー、スティーブ・ノ・バック、PJ ・タッカー、ボール・ミルサップ、ライアン・ホリンズなどが指名を受けている。オールスターには、L ・オールドリッジ、B ・ロイ、R ・ロンド、K ・ローリー、P ・ミルサップの5人がオールスターに選出されている。 ドラフト外選手には、ルー・アマンドソン、ホセバ・レア、CJ ・ワトソンなどがいる。日本で開催されたバスケットボール世界選手権にアメリカ代表は、ドエイン、ウェード、レブロン・ジェームズ、カーメロ・アンソニーらを派遣するも、銅メダルに終わる。シーズン前に、協会は試合に使用される公式ボールを変更したが、選手の猛反発に遭い、シーズン中の1月に、 以前のボールに戻された。前年のウェスタンカンファレンスのプレイオフで、勝率1位のスパーズと2位のマーベリックスが、同じデビジョンに所属しているため、第1シードと第4シードとなり、プレイオフ2回戦で対戦したことが論争を呼び、このシーズンより、各カンファレンスの勝率上位にチームは、カンファレンスファイナルまで対戦しないように、ルール変更が行われた。 2007年の NBA オールスターゲームはラスベガスで開催され153から132でベストチームが勝利した。MVP はコービー・ブライアントが選ばれた。シャキール・オニールが12シーズン続いていたオール NBA チームを逃す。アマレスタ・ウダマイヤーは初のファーストチーム入り。クリス・ボッシュ、ドワイト・ハワードは初のオール NBA チーム入り。 オール NBA チーム、ディフェンシブチームともに、ファーストチームはすべてウェスタンカンファレンスの選手が占めた。スパーズが圧倒的な力でキャバリアーズをスイープ。カンファレンス決勝で大活躍したレブロン・ジェームズも、スパーズの強固なディフェンスの前にはなす術がなかった。ファイナル MVP は平均24.5得点を挙げたフランス人のトニー・パーカーが獲得。パーカーは、 ヨーロッパ出身選手として初のファイナル MVP 獲得者となり、このシーズンはレギュラーシーズン MVP とファイナル MVP をヨーロッパ出身の選手が独占した。詳細は2007年の NBA ファイナルを参照。ありがとうございます。